長良型軽巡洋艦。長良型軽巡洋艦は、日本海軍の二等巡洋艦。同系艦六隻。いわゆる五千五百トン型軽巡洋艦の一つで、熊型に続く第二グループにあたる。日本海軍は1917年、大正6年の84艦隊案での巡洋艦建造計画を変更し、いわゆる五千五百トン型軽巡洋艦8隻と、 夕張を建造した。5500トン型の最初の5隻は、第1グループになる熊型であり、残りが第2グループにあたる本型のながら、伊すず、なとの3隻になる。続く1918年、大正7年の86艦隊案で5500トン型3隻の予算が成立し、ゆら、きぬ、あぶくが建造された。熊型からの大きな変更点はなどになる。 太平洋戦争海戦まで多くの海藻を経て装備の強化が行われたため7000トン近くまで排水量が増大し速力が33から32ノット前後まで低下した。また、阿武熊を除く5隻という張は1942年、昭和17年から1944年、昭和19年にかけて老朽化に伴い第一戦での運用から外される見込みとなり、 大艦として、丸4計画で、阿賀野型4隻と、大淀型2隻建造されることになった。このような状況であったにもかかわらず変わる艦がなかったため、太平洋戦争において、各艦とも第一線で活躍した。熊型軽巡洋艦の改良型として設計され、熊型の船型、主要寸法、機関出力、速力、美砲、機雷搭載量は変更ない。 艦型は、熊型系巡洋艦艦型も参照。熊型からの主な変更点は、以下の通り。魚雷並走は、魚雷数と発射艦数は、熊型と同一であるが、魚雷を6年式 53cm 魚雷から8年式 61cm 魚雷搭載に変更した。この当時は、主力艦の戦闘距離が伸び、53cm 魚雷では、 射程が不十分となったためであった。これにより当時の世界水準において、有数の攻撃力を持つものとなった。発射艦の位置も、熊型と同一であるが、探偵艦班を後部へ延長して、後部発射艦はその下に収められた。これにより、後部構造と探偵艦班は連続することになった。なお、探偵艦班の延長は、熊型の各艦も後日、 同様の改装を行っている。熊型では、推定一機を搭載するも発艦装置がなく、水上に下ろして発進させる形だった。この時は、艦は停止、または微速航行する必要があり、軽巡の機動性が犠牲になってしまう。また当時の推定は、外用での発信はできなくて、実用の域に達していなかった。また射出機の実用化にも日本海軍は遅れを、 とっていた。そこで本型では、環境構造を拡大して、羅針環境下に核農庫を設け、その前方に滑走台を設けた。滑走台方式は、イギリス海軍が開発した方式で、前型の基礎で実験を行い成功していた。滑走台は船体に固定され、前方に傾斜がつけられた。また、環境側面に飛行機積み込み用のデリックが設置され、 搭載機は10年式艦上戦闘機を偵察機として使用した。この滑走台方式では一応実用化に達したというだけで、発艦した機体を期間後に収容できない不便なものだった。収益後に航空機は稀にしか搭載されず、滑走台はほとんど使用されなかった。環境構造は格納庫を設けた関係で、司令塔は廃止され、代わりに操打室が設けられた。 羅針環境は、熊型の三角形に近い平面形状から、本型では矩形になった。面積は広くなったが、斜め前方に角があり、視界が悪い欠点もあった。羅針環境が露天なのは、熊型と同様である。期間も、熊型と同様で、主機は、高圧タービンが基本式衝動型、低圧タービンが三菱パーソンズ式反動型のオールギアード、タービンである。 川崎造船所建造の絹岳は初期に、ブラウンカーティス式タービンを装備しており、巡航タービンを装備していなかった。またボイラーに加熱器を装備、加熱蒸気、他の缶は、飽和蒸気を使用していた。そのため他の缶より、排水量が100トンほど多かったという。なお、絹のタービンはトラブルが多かったと言われ、収益後もなく大修理を行っている。熊型にあった。 後部環境は廃止された。また七番砲下にあった、キライコも廃止されている。春工からほどなくして、全部マスト状の射撃式所の下方に、巨雷専用の測こ所が新設された。アブクマは、春工時から設置。1931年、昭和6年頃までに、測的所はさらに拡大され、環境広報に、作戦室と電信室が拡大、全部マストは、 複雑な構造になった。同時期、煙突に雨水よけが装着されている。方位測定儀は、X 字型アンテナから、両形状のものに交換された。三年式気泡も止め式 7.7mm 基準に交換されている。1932年、昭和7年から1935年、昭和10年に、ながら型の各館は順次近代化改装が行われた。 後事する航空兵装の刷新が中心となる。その他に前後マストに見張り症新設などが行われている。近代化改装後も太平洋戦争開戦までに、ボイラーの重油戦傷か、全部マストの短縮、短縮灯の乾燥、方位測定にアンテナの乾燥などが行われている。射出機は1930年、昭和5年に陸上試験を行った。 かやば式射出機が同年、ユラに初めて搭載された。射出機は滑走台上に設置、推定1機を搭載した。この射出機は事故が多くユラ搭載の1機だけで製作は打ち切られている。絹は1930年10月に、呉式2号2型射出機を滑走台上に装備90式1号推定を搭載した。近代化改装により、 ゆら、絹を含む、調量計画艦は5番砲と6番砲の間に、支柱を設け、呉式2号3型射出機を装備した。滑走台は撤去、または後に撤去。格納庫は、司令部施設や、通信施設に当てられた。後部マストにはデリックが装備され、補強のために、マスト下部は三脚式に改められた。また、推定の要衝や、整備のため、 付近の探偵艦板が拡大された。ながらは、右舷側を拡大、ナトリは左舷側を拡大するなど各艦で違いがある。搭載機は、改装時は90式水上偵察機、その後95式水上偵察機から94式水上偵察機に変更され、そのまま太平洋戦争海戦時も搭載していた。春高時に二丁が装備されていた三年式機砲。 合計6 5ト、mm、ルは1931年、昭和6年から1934年、昭和9年にかけて止め式7 7ト、mm、ル基準に交換された。ウェルデッキ工法の探偵パ板全体に装備されていた8トル単装合格砲2機は1932年、昭和7年から1930年。 昭和10年にかけて93式13ミリメートル連装機銃2機に換装されたなお名取のみは1937年昭和12年8センチメートル広格砲に変えて機式40ミリメートル連装機銃を一時的に装備した13ミリメートル機銃は1941年の海戦までに96式25ミリメートル連装機銃2機に換装された 1932年から1934年の近代化改層でナトリとアブクマは不要となった滑走台の前端に星期 13mm4 連装機銃1基を装備した。後に滑走台は撤去されるが、その際には改めて環境中央前方に機銃台が設られて同機銃がそこに配置された。その他の4艦は近代化改層で滑走台を撤去。 各艦は、環境全面に 13mm4 連装機銃を設置した、ユラは、機銃座のみの設置。1942年、昭和17年9月に沈没した、ユラの兵装は、海戦時から変更はないと思われる。イスズは、防空巡洋艦に改装された時、この位置、羅針環境前に96式 25mm3、連装機銃2機を装備した。 アブクマとながらは1942年から1943年はじめに5番手法を撤去。アブクマは後部魚雷発射艦上部のシェルター甲板に左右1機ずつの25立方ミリメートル連装機銃を追加装備した。アブクマは1943年10月から11月、ながらは1944年1月から4月の工事で7番手法を撤去し、 跡地に1 2 7トル連装広角砲1基を装備、射出機を撤去して、支柱上に2 5ト、mm、ル3連装機銃1基を装備した。伊須津、名取、絹の3隻は1943年から翌年に、かけて5番砲、7番砲を同時に撤去、対空兵装を前の2隻と同様に強化した。同時期及びそれ以降、 艦上の各所に 25mm 炭素機銃や 13mm 炭素機銃が仮装備され、アゴ作戦後の兵装増備状況調査によると、1944年8月調査のながらの場合で25立方 mm 連装機銃2機、同連装機銃6機、同炭素機銃14機、13mm 連装機銃1機、同炭素機銃8機とされている。 防空巡洋艦係対戦相当艦になった椅子図はメートル砲を全部撤去して十二点七センチメートル連装広格砲三機を装備二十五ミリメートル機銃も装備した。太平洋戦争開戦時、アブクマを除く五隻は九十式魚雷、空気魚雷を搭載していた。アブクマのみは九百四十一年、昭和十六年に全部の魚雷発射艦二機を撤去して、 ウェルデッキを廃止、後部発射管2機を4連装発射管2機に、乾燥して93式魚雷、酸素魚雷の発射能力を得ていた。1944年、昭和19年に、防空巡洋艦へ改装された、イスズも同様の改造を行い、酸素魚雷発射機能を持ち合わせた。またながらも1944年の修理において、発射管は、連装発射管4機のままとし、 発射管の改造にて酸素魚雷発射機能を有したとの説もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。